牛の半数食べたものを飲み込んで、再び口の中に吐き出して、噛んで飲んで吐いて、噛んで飲んで吐いて、噛んで飲んでを繰り返すのが牛の半数、牛の半数。まるで終電間際のサラリーマン、愛吐きそうで吐かないサラリーマン。ここは新橋24時、あ、それ牛の半数、牛の半数。ちょっとビビる時がある、あ、それ牛が寝転ぶ、牛が寝転ぶ。床に牛が寝転んでくつろぐ、その時左のお腹がどうしても上になっちゃうのが可愛い。みんな揃って、みんな揃って、左のお腹を上にしてくつろいでるのがめっちゃ可愛い、あ、それ。はい、こんばんは、ワイン官僚ひろきです。よろしくお願いします。さあ、私ワイン官僚ひろきと言っていますが、まあ、獣医師として農林水産省に採用されています。というのも農林水産省にはですね、安全なお肉を安定して供給するってことを使命にですね、獣医師がたくさん活躍しておりまして、まあ、そのことをアピールする目的もあって、こうやって牛とか動物とか獣医師のネタをたまにぶっ込んでいきたいと思っております。で、今日のお話はですね、牛の獣医師あるあるというところで、まあ、歌だけだとよくわからないので解説していきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずは牛の半数、牛の半数ご存知ですかね。まあ、解説しますと、牛って、まあ、牛とか羊とかヤギのいわゆる半数動物って言われる動物なんですけれども、あの人たち一旦草とかを食べてですね、それを胃袋の中に入れます。第1胃っていう大きな胃袋があるんですけども、その中で発酵させてるんですね。で、発酵させてるだけだと完全に消化しきれないので、一旦発酵したものを口の中に戻します。口の中に元に戻して、また口の中ですりつぶして、それを胃袋の中に入れて、また発酵させて、またそれを吐いて口の中で噛んで、また飲んで、吐いて噛んで飲んで、吐きそうで吐かない飲むを繰り返すという姿が、まるで、まあ、酔っ払ってしまってちょっと危ないところまで行っているサラリーマンのようだなという、そういう風に見えるっていうのが獣医師あるあるというところですね。まるで、まあ、霞が関の近くだと新橋とかだとよく見られる光景だと思います。はい、まあ、続きまして、牛が寝転ぶその姿が可愛いという、まあ、牛の獣医師あるあるでして、まあ、完全に主観なんだけども、結構いろんな獣医師からですね、あれは可愛い、あれは可愛いって言われるんですね。取り上げてみました。牛が寝転ぶと左お腹の左側が上にポコンって向くっていうあるあるなんですけど、なんで左側が上になってしまうのかということを解説しますと、牛は胃袋が4つあるんですね。で、そのうち1つ目の第1位、1個目の胃袋って意味ですね。第1位がですね、とっても大きいんですね。この中で草とかを発酵させるためにとっても大きくなってるんですね。で、こいつが体の中の左側に寄ってるんですね。で、体の中に左側に寄っていて、中で発酵していてガスができてるんですね。そうするとポコンポコンって膨らんできて、若干こう体が寄ってくるというか、上を向いちゃうというか、なんか左側の方がお腹が大きいぞっていう風になってるんです。そうするとですね、こうやって寝転んでしまうと、どうしてもそのお腹が大きい方がプクンってなってしまって、ちょっとこう傾くんですね。それが、まあ、可愛いという、そういう話です。さあ、今日はこの辺で解説を終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いいたします。おやすみなさい。飲んでを繰り返すのが牛の半数。